はい、こんにちは、いちきです。今日は釣りフェスティバル初日ということで、今からいろんなブースにお邪魔して、今年の新製品だったりおすすめのルアー、ルト、リール、いろいろこうプロの方にお話聞いていこうかなと思います。行きましょう。さて誰がいるのかな。いろんな人にお話聞けたらいいかなと思うんですが、じゃーん、すごいです。さあ、一人目を見つけました。さっきも話したんですが、じゃじゃーん、お酢酒。こっちか、こっちだね。なんかハピソンのおすすめのグッズなどありますか？お願いします。紹介します。お願いします。ちょっと人がいらっしゃってあれなんですけれども、なるほど。そうですね。本物もあるんですが。本物もあるということは。魚本物、後で見てもらって。はいはいはい。こちらのアリフェスライトで照らしてみよう。はいはい、ごめん。この今ね、あの、うん、パッと見てもらったら何にも、ね、映ってないと思うんですが、確かに確かに、あとこちらの積もった式アニサキスライトで照らすと、なんと、アニサキスが本当だ、浮き出てきます。すごいね、これはお魚を食べる人にはめちゃくちゃすごい。そうで、実際本物でやってもらっても、まあ、めっちゃわかるんですけど、アニサキスがいる魚がいるってこと？そうそう、そこにね、いるんです。あ、そうなんだ。ちょっと後で映ってもらったんですけど、今こうやってすごい明るい会場とかでも照らしてわかるぐらいだから、キッチン明るい状態で普通に照らしても見えるぐらいの光量。結構ブラックライトっていろんなメーカーさん出してるんですけど、まあ、光量的な面とか、そのアニサキスが一番光りやすい数値っていうんですか、で出してるそのライトって感じ。これ、この光があってこと、へぇ、今までのがなんですけど、こっち乾電池式だから、これ充電式になりまして。あ、なるほど。なんと楽々充電、なんと楽々充電。お高いんでしょ？こちらは、ですね、はい、まあ、でもコスコとの差額は2500円ぐらいかな。あ、で、まあ、そのバッテリー式になったからっていう。そう、5000円ぐらいで7500円ぐらいかな。おー、はい、でも一生使えるもんね、それがあればね。まあ、安心を買うって感じじゃないですか。確かに、ね、お腹痛くなっちゃってもアニサキス当たったら嫌だからね。そうなんです。ハピソンおすすめのアニサキス発見ライト、ね、はい、おすすめということで、はい、まあ、あとちょっと品物の向こうにあるんですけど、はい、こんなものもあります。お、津本さん の、うん、あのナイフとかがこう一式セットになって、いいね、はい、これさえあればもう魚も締めれるし。そう、角、あのね、神経の魚こう締めるじゃないですか、の時のピンっていうか、ここに刺して、これはちょっと小さい魚用で、大きい魚用はこっち、なんか10キロぐらいまでだったらいけるらしいんで、海釣り持ってってもうこれ1本で手軽に。だってめちゃくちゃコンパクトだもんね。そうそうそう、このぐらいなんです。向こうに置いてあるちょっとお話し中ということで、はい、実物は見れる。あとで、おすずさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、これはジャッカルブースだ。ジャッカルブースがありますね。なんと、ババさんいないかな。いたいたいた。いたいたいた。こんにちは。どうぞ。こんにちは。発見、ババさん、明けましておめでとうございます。ライブ配信してるんですか？いやいや、これ普通に録画ちゃんとカットするんで、まずいこと言っちゃっても大丈夫ですよ。いやでもこれ以上カットするとかないんで。いや、髪の毛かい。はい、ジャッカルブースのジャッカルの今年のおすすめ、ババさん的おすすめ
商品をちょっとお教えします。はい、教えていただきたいんです。はい、まず商品のこちら側の。来た。あら、こんにちは。来た、来た。あら。北千歳川の裏の細いとこでまた、また、またです。去年のエビたちとは違う、はい、違いますエビたちが出勤してるってことですね。はい、あ、そうなんだ。早速、はいはい、今年出てくるアイテムですけど、はい、これ2023年に発売したマイコン。マイコン。っていう、まあ、ロックオフ系のビッグウェイトなんですけど、うん、まあ、それのダウンサイズ版、マイコンジュニアっていうのが出てきます。はい、これ150、180オリジナルなんですけど、うん、ジュニアは150なんで、まあ、霞のボラとかにもちょっと、ちょうどいいサイズ感。これは M ロッドぐらいで投げれるサイズ感ですか？そうですね。M とか MH とか。まあ、好みに合わせる。好みに合わせる。好みに合わせる。M でも投げれる。1オンスないぐらいのウェイトになります。ババさんが使う、何月ぐらいに使うのがいいんですか？いや、もう、ナウですね。あ、ナウ。ナウです。マイコンナウ。マイコンナウ。なるほど。で、まあ、3月ぐらいまでは、はい、そういうちょっと浮いてる感じのプリスポーンとか、まあ、そういうのにも電池が合うんで。フローティングですか？フローティングです。なんでこういうちょっとだけウェイトつけてあげると、うん、その浮力を抑えて、よりこう同じレンジをゆっくり引けるようになったりするんで。なるほど。まあ、その使う場所とか水深に合わせて、はい、うん、ちょっとチューニングしてあげるとより良いかと思います。これはもうジョイントが完全フリーな感じで。そうです。これはあのスイベルになってて、はい、ぐるぐる回る感じ。ぐるぐる回ります。なので、まあ、そのかかった魚がバレにくかったりとか、あとはそのアクションが、はい、その破綻しにくいっていうメリットがあるし、やっぱここで止まっちゃうことによって、はい、そのビッグウェイトがこうこれ以上横に行けなくてこうグリーンってなったり、はい、そういうこうなんだろう、アクションがダメになることが多かったんですけど、まあ、それをこのスイベルで改善したっていう機構です。モノフレックスジョイント構造っていうんですよ。ジョイント構造。モノフレックス。これはモノフレックスジョイント構造。これなんか投げてる時になんかひっくり返って泳いじゃうとかはちゃんとないようになってるんですか？あの前にも後ろにもウエイト入ってるんで、これはこうなる。ちゃんとそうなる感じになってるんですね。なります。へー。だったりとか、はい、こういう、うわっ、これこれやばいです。これ実際僕が使ってるタックルで、はい、こういうジミーヘンジ。このジミーヘンジ。そうです、ジミーヘンジっていう、はい、このまあ、ちっちゃいワームなんですけど、これめちゃくちゃ釣れるんですよ。これはフローティングですか？これは一応普通のワーム素材なんで、はい、まあシンキングなんですけど、まあそんなに潮がぎゅうぎゅう入ってるわけじゃないんで、うん、まあ、ゆっくり沈んでいきます。なるほど。それをダウンショットとかで使って、こうこっち側でこう水を押して、水中ポッパーみたいな感じですね。水を押して、はい、でこのひらひらが細かく動いて、うん、こういうエビっぽさ出して誘う。でこれがオリジナルサイズのジミーヘンジ42、はい、でこれが新しく出るジミーヘンジ50。あ、ちょっと大きくなったんですね。でそっちにマグナムとマイクロってのもあるんで、え、まあ、一応まだ発売するかは決まってないんですけど、はい、まあ、一応予定では4サイズに増えていく。そうなんですね。あとは昨年出たジミーシュリンプの、あ、これ私去年結構使いました。ジミ、はい、ジミーシュリンプ、あれ 3.8、 3.5、 3.8 なんですけど、はい、それのよりちっちゃい3インチってのが出るんで、ダウンサイズ、まあ、より例えばヘビダンでテトラ打ちとか、はい、まあ、キャロライナリーグで釣り引きするときとかも、そのエビが小さいときにこっちの方が釣れやすかったり、はい、まあ、あとはそのヘビダンとかに関してはその手返しが良くなるんです。これが小さい方が穴打ちするときとか、あんま大きいとこだるいじゃないですか。だるい、まあ確かに、はい、はい、だそういうのにすごい特化したものが、かすみスペシャル。かすみスペシャルですね、この辺は。動画撮ってもいいですか？菊本さんです。はじめ、こんにちは、こんにちは。今期のエバーグリーンの新製品のなんかおすすめとかあればお聞きしたいんですけど、何かありますか？僕はオライオンという竿を作ってるんで。あ、竿、はい。今期はそうだね、クランキングのクランク専用みたいな竿と、はい、スピニングを2本出す。スピニングを2本、うん、なるほど。関東のリザーバーとかでも結構使いやすい感じなんですか？バリ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 。なるほど、ありがとうございます、はい。なんかルアーとかはあんまり出てない？ルアーもでかいものだったら、コンバットラットっていう
はいはい、ちょっとジョイントに特徴が、首振りがしやすい、まあ、ただ巻きで使うのが基本やんですけども、デカめのルアーだとそういうことなんですね。ありがとうございました、はい、すいません急に、はい、ありがとうございます。菊本さんでした。あとはスミスのジグ、あ、スミスのジグ見ようかな。スのジグ、ジグある、こんな感じで、あれ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 、おはよう、お久しぶりね。元気にしてた？元気です。もうトンボばっか釣って、マグロばっかり釣って、バス。本当だね。ちょっと待って。あずあずです。お久しぶりです。あなた白いね。相変わらず。めっちゃ肌白くなりましたね。羨ましいわ。相変わらずです。相変わらず戻らず冬でも戻らず、冬でも戻らず真っ黒黒っていう、全然使えてないんです。全然ね、もうさっきもねグリングリになっちゃってさ、本当にやばいの。ちょっとあずあずにね、私最近ジギングを始めまして。嘘、そうなんですよ。あの400とか投げれないけど、200グラムぐらいのジギングを始めまして、あずあずおすすめのジグをちょっと教えてもらいたいな。ワラサとか青物、ブリとかだと、うん、ジギンガーといえばやっぱりアズアズじゃない？ありがとうございます、うん、この村政とかは、あ、持ってる持ってる、え、持ってますか？持ってる、本当ですか？うん、最初に買った。これアズアズカラーもうすぐ出るんですよ。なんだってアズアズカラーが出るだと？はい、300グラムのマジでカラーが出る。どんなカラー？紫で、うん、頭の端っこが黒と、うん、裏側の後ろが黒がついてて、うん、表裏で、まあ、非対称というか。そうです、で黒いです。そうなんだ。でも青物はこの村政がすごくいいのと、村政が一番いいんだね。あ、長政か、長政。大阪湾とかだと、うん、こっちの長政の方が主流です。どうしてだい？潮が早いんですよ、大阪湾で、うんうんうん、でだいぶあの重いジグを使わなきゃいけないっていうのと、うん、ベイトがタチウオとか、はいはい、食ってることが多くて、細長いベイトが多い。で、そういう時は長い長マスがすごく効いてます。あんまり使ってないんですよ、みんなが。そうなの？すごい長いジグなんで、うん、全然使う人がいないんで、一人勝ちしやすい、一人勝ちしやすい、一番ずれちゃうみたいな。マジ？それが長政さん。これ何？シーバス？平政？違う、間違えた間違えた、ごめん。平政ではない。ごめん、平鈴木って言ったから。平鈴木って平だね。シーバスもやってるもんね。はい、そう、やってましたね、ビッグベイトで。ビッグベイトの、東京湾シーバスは去年めちゃくちゃやった。すごいハマってやってた。でももう今もう時期過ぎちゃったから、そろそろバスかなっていう、そろそろバス、そろそろバスなのかなっていう感じなの。元気そうでよかった。なんだかんだ会ってないもんね。全然会ってないですね。ずっと見てたよ、でも SNS で。本当ですか、うん、私は見てました。見てた見てました。見てた、はい、見てるだけ見てるだけで見てるだけでジュフジュフしてたあずあず頑張ってる、また釣ってんなっつってちょっと今年こそはなんか一緒にね、行きたい。ちょっと私にトンボ釣らせてほしい。任せてください、教えてもらわないと。お願いします。ということで、アジアジでした。バイバーイありがとう、ありがとうございます。